さてじゃあ、新型カローラアクシオ走らせてみましょう。もっと上級グレードにはこのプッシュボタンスタートも用意されてるんですが、今日ご紹介するのは一番ベーシックな 1.3X という、車なので、これはキーを普通に回します。で CVT を D レンジに入れて発進です。さあ今街の中でスーッと加速しているところです。アクセルはだいたい今3分の1ぐらいしか踏んでません。で、1300cc の95馬力でこれぐらいちゃんと大人がまともに乗れるセダンというと、なんか皆さん、最近馬力競争が激しいから足りないような気がするでしょう。でも、実は95馬力とか140馬力とか言ってもそれは、6000回転回した時の話なんですね。で、今はまあタコメーターないからだいたい漢字で言いますとせいぜい2000から2500回転、そのぐらいでは別に何馬力あろうが関係ないわけですね。普通にスーッと出るトルク、しかもいっぱいにバーンと床まで踏まないときにスーッとトルクが出てくれることが、実はこういう車の快適性と実用性と経済性のためには最も大切なことなんです。ここ A ピラーの付け根が今までよりもわずかに手前に寄せてあるんですね。その分ガラスの曲がりを強くしてあるんですけれども、さすが日本製のガラスは優秀で、そこでも地面に映るセンターラインとかゼブラゾーンの線が歪みません。それでなぜこれを手前に寄せてあるか、なおかつこのドアミラーと A ピラーの間、左側もそうですが空いているか、そこが太かったりドアミラーがぴったりくっついていると左に曲がるときに、今から左折しますが、ここでもし左から歩行者が来た時に、小柄な歩行者、子供たちなんかが一瞬隠れてしまう危険ってあるんですよ。それを気にする人も多いんで、こういう見え方だととてもそれは安心感がありますね。それから、窓の下の縁をちょっとだけ手前に引き寄せたために、まあ、普通にこうやってると見えませんが、ギリギリに止める時なんかこういう風に伸び上がるとボンネット見えます。これも見えるの、今見えない車っていうのは日本人の多くがミニバンに慣れてますから問題はないんですけれども、やっぱり見えた方が安心ですよね。ちょっとこの滑り止めのザラザラした舗装のところではタイヤノイズがザワザワするのがやや耳につきますけれども、それもやはり最近の流れである軽量設計の影響かもしれません。ただもちろん気になるほどではありません。で高速道路で料金所からこれかなり強い加速をしてますが、強すぎてもうアクセルを緩めないと車の列に突っ込んじゃいそうになります。本当にエンジンの進化ってのは恐ろしいものですね。これなら 1000cc でも良かったんじゃないかと思ってしまうぐらいですね。それから今日は、こういう交通状況ですから実際にご覧いただくわけにはいかないんですけれども、実は私すでにこの車サーキットでも、せめて乗ってます。その時に分かったのは、シャシーにサスペンションに、かなり余裕があるということですね。こうやって S レンジに切り替えると、CVT の変速比が低い方に自動的にずれて、まあ、普通のギアボックスでいうと2速3速を多く使うようなエンジン回転との関係になるんですけれども、その状態でヘアピンからステアリングを大きく切り込んだまま全開で立ち上がる加速、まあ、普通カローラユーザーはやりませんけど、をした場合に、仙台までだと、一瞬フロントタイヤがキュ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 ッとなって、横滑り防止装置あるいはトラクションコントロールの黄色い警告灯がパパパッとこうメーターの中に点滅したんですが、この新型ではそういうことが一切ありません。一回もありませんでした。その分サスペンションが素直に伸び縮みして、常にタイヤを正しい角度で地面につけてということが分かりますね。つまり、非常に余裕があって安全な性格の持ち主だろうと思います。ですから、こういう高速道路でいきなり目の前で、事故が起きたと、緊急回避のために急ブレーキを踏んで急ハンドルを切るといった時にも、非常に安定性は高い、かなり安心して事故を避けることができるだろうと思います。改めて、言うのもおかしいですけれども、強烈な印象ははっきり言ってありません。逆に言うと、本当に慣れ親しんだ、ただ普
通の車を普通に乗っている、何の心配もなしに、何の嫌な感じもなしに、乗れているというのが、まあ、カローラを総括する言葉だと思います。それは否定的な意味じゃないんですよ、決して。例えば、このトヨタの、に就職して、まあ、カローラといえばトヨタの売れっ子のタレントさんですよね。そういう車の開発チームに配属されるということは相当な車好きの皆さんに違いないと思うんです。ですから一人一人非常に独自の思想とか好みとか個性とか持ってるはずなのに、そういう欲といいますか、個人的な、主義主張をまずふっと噛み殺して、どうすれば一人でも多くの人たちに平均して喜ばれるようにするか、そういうふうに覚悟を決めて取り組んだ仕事、これは非常に難しい仕事なんですが、それをよくぞやり遂げたなというのが、まあ、こうカローラを運転してみていつも思うんですが、この新型でさらに思う実感ですね。このワゴン、たくさん遊び道具を積み込んで、のんびりどっかに遊びに行く、かなり経済的に楽しめるんじゃないかと思います。